それで沸騰してきたらそら豆を入れていきます。どうも食の贅沢です。今回はそら豆の下処理とあと食べ方として塩茹でと天ぷらをやっていこうと思うんですけれども、特に今そら豆の季節がやってきましたね。ということでちょっと今かっこつけましたいやそれは置いといて、この時期になるとスーパーとかでこうそら豆並んでたりもするんですけど、実はすっごい簡単です。なので今回はそのそら豆の下処理を踏まえつつ、あとは匂いが気にならない食べ方として天ぷらも合わせて紹介していきたいと思います。ではこれからそら豆の下処理に入ります。ということでまずとそら豆の中身を取り出していきます。えいよ、まあ、手でこう、まあ、手でこうやっても構わないですし、それでちなみにこの先っちょの部分をこう切って、このまんまこうペーって開いてパカッてやると結構簡単にできます。次はこのそら豆のこの黒い部分ですね、ここをこうブスッと刺していきます。味が染みやすくなるっていうのと、あとポンってこう取れる理由があるので、ここの部分ブスッと穴を開けていきましょう。はい、それで沸騰したお湯ですね、今回は水1リットルに対して塩を大さじ 1.5 入れてあります。それで沸騰してきたらそら豆を入れていきます。でこれで大体2分半から3分間茹でれば完成です。意外と簡単です。はいそれで茹でたそら豆をよいしょでザルにあけて、で水で冷やすと水吸っちゃうんで、このまんま常温で冷やして完成になります。そら豆の食べ方ですね、塩茹でしたのでこのまんま食べてもすごい美味しいんですけれども、この匂いっていうんですか、直接的な表現はしたくないな、パーントフレグランス匂いが苦手な方でもすごく美味しく食べれるのが天ぷらなので、それも一緒にやっていきましょう。ということでこの切れ目ですね、ここからいい感じですね。それでそら豆に天ぷら粉をつけて揚げていきます。でこうすることで衣に包まれるので特有の匂いが結構薄くなって、すごい美味しく食べられます。で揚げ時間はもう火が通ってるので、だいたい1分から1分半ぐらい、かなり短めで揚げていきます。よっ、いい感じですね。では味見してみます。いただきます。まず塩茹での方からいただきます。あーこれですよ、これうめー。であと天ぷらの方もいただきます。匂いはやっぱりほとんどしないですね。うまそら豆らしさはやっぱり塩茹での方があって、ホクホク感と香りが抑えめなのがやっぱり天ぷらですね。で今回はそら豆の下処理っていうことでやったんですけれども、見ていただいた通りすごい簡単なので、ぜひ手に取ってみて作ってみてください。でこの動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方にそら豆ってちょっと難しいのかなと思ったらすっごい簡単だったっていう料理動画があるんだけど、みたいな感じで言っていただけたら幸いです。ということでご視聴いただき誠にありがとうございました。とても感謝しています。ではまた。あービール飲みてー、飲み足りないから、飲み足りないから一気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 っていうね、まあ、僕体育会運動部だったんでやったことないですけどねどちらかというと「おいお前グラスまだあんのかい」「スイシャシャ!」っていう感じでした。